ちょっといいですか？はい、恐れました。ここ天井低すぎですよ。あー、銀座駅はえらい天井が低いんですよ。Why？作られたのが昭和2年と古いので、当時の日本人でしたら余裕で歩けたんですよね。アベレージ何センチですか？男性の平均が160ぐらいですね。ちっちゃいですね。そうなんです。なので今の日本人には低いんですよね。僕にしたら小人の家ですよ。お兄さんは何センチですか？225。でかー。それでは東京まで15,600円でございます。指定席だといくらですか？プラス530円です。あー、どうしよっかな。私が払ってあげましょうか？え？指定じゃなくてグリーン席にしときますか？グリーン席の窓側で。そんな大丈夫ですよ。そんなこと言わずに駅員さんお願いします。あー、はい。ではグリーン席で14,960円です。ここにいる他の皆さんもよかったら私が払いますよ。え？みんなのまとめちゃってください。では39,800円です。カードでお願いします。あ、よかったら駅員さんもこれで晩ご飯でも。太っ腹すぎるぜ。すいません駅員さん。はい、どうされました？トイレってどこにありますか？改札を通って右に曲がったらすぐにございます。ありがとうございます。おい山道、しっかり手を伸ばしてお客様の目線になって案内しろ。はい、すいません。俺のよく見とけ。トイレは改札に入って右に曲がったらございます。やってみろ。トイレは改札に入って右手に曲がったらございます。違う、もっと俺の見本を見て勉強しろ。はい。トイレってどこですか？トイレは右に曲がって改札に入ったらございます。どこを真似してんだよ。仙台まで片道ですね。バカ野郎、仙台までなら往復で作りゃ往復割引つくだろ。あ、すいません。野中、何回同じこと言わせんだよ。落ちこぼれが。すいません。今月で見習い終わりだぞ。こんなん独り立ちさせれねえぞ。はい、お客様お待たせしました。こちら仙台までの切符です。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。野中、てめえどうしようもねえな。仕事辞めちまえ。お前なんていらねえわ。あ、すいません。お前ちょっと言い過ぎじゃねえか。はい。お前は新人の頃どうだったんだよ。ああ。お前の指導には愛を感じねえんだよ。野中がそのことで悩んでんの知ってたか？そんなことねえよな。実は野中の素敵な笑顔をお前が消してたんだよ。教育は俺がやる。お前は転勤だ。え？そんなわけ？駅長命令だ。What are the famous souvenirs of Toyohashi? Toyohashi service? Don't know why! Why? Hurry up! Don't why! やばい、めっちゃ怒ってる。どうしよう。Sorry gentlemen, what angry? What? Don't why! One of the famous souvenirs of Toyohashi! Famous? 有名、Toyohashi? ちくわ。ちくわ。Yes, ちくわ。Oh, ちくわ。Famous souvenirs of Toyohashi? Yes, famous souvenirs. Thank you. Nice English. 先輩、ありがとうございます。英語はパッションだぞ。どういう意味ですか？知らん。駅員さん。どうされました？切符をなくしちゃいました。どこから来たんですか？袋井からです。電車の中に落としてきちゃったみたいで。そっか。まあ、今日はこのまま通ってください。いいんですか？特別ですよ。切符を持っていない僕を通してくれるんですか？切符なしでも通してくれる駅員さん、ありがとうございます。そんな強調して言わないでください。切符なしでも通してくれるなんて優しすぎますよ。特別扱い、ありがとうございます。言わなくていいんだよ、そういうことは。市村、特別扱いってどういうことだ？あ、駅長、違うんです。この駅員さんは僕にだけ特別に切符がなくても通してくれるんですよ。市村、マニュアル通りにやれ。バッカ野郎。やまなく天竜橋でございます。よし、ここだな。よいしょ。あれ？まもなく列車発車します。ちょっと、ドア開いてないですよ、車掌さん。何を騒いどんだ。ここで降りたいのにドアが開かないんですよ。よいしょ。え、開いた。この辺じゃボタン式がほとんどじゃ。都会のもんか？あ、はい。雪国は寒いからの、扉開けたらすぐ閉めれるようになっとるんじゃ。そうだったんですね。扉の前に立っとったって一生出れんぞ。助かりました。俺、早く行け。蛇が入ってくるわ。蛇？常だ。ちょっと来い。佐藤先生、何ですか？駅のベンチに落書きしたって聞いたけど、本当か？あー。やったんだな。はい。何やってんだよ、お前は。先生も来月で転校するんだぞ。最後の最後まで迷惑かけないでくれよ。すいません。先生、駅に謝りに行くから一緒に行くぞ。すいません、キンさん。はい。駅のベンチにこいつが落書きしたみたいで、本当に申し訳ございません。あ、こちらですね。ん？
これからも忘れたくなくて。お前ってやつは。いやなんかどうやしまいまーす。乗りまーす。あー間に合った。あれあれカバンが。僕も手伝いますよ。へーへー。おらー全然動かない。どうした。はい荷物引いてください。よいしょ。あ取りました。よかったです。扉は空気圧で押さえてるんで結構力いりますよ。助かりました。ドアホームオーライ。僕ら二人でも無理だったのに怪力だな。今日も残業疲れた。席空いてないかな。埋まってるか。ん？こいつ二人分使ってるな。ちゃんと詰めろよ。向かい側は7人座ってんのにこっちはこいつのせいで6人しか座れてねえじゃねえか。あ、ユージこっちこっち。お待たせ。ちょうど新幹線来てんじゃん。これでいいか。すいません、そこ僕の席なんですけど。え？何言ってんだ。ここは自由席だぞ。え、でも。でもじゃねえよ。ガキは普通の電車乗ってろ。すいません。お客様、降りていただけますか？え？なんでだよ。こちらは修学旅行専用車両です。一般のお客様はご乗車できません。修学旅行だと？こんな時期に旅行行ってんじゃねえよ。学校で勉強してろ。まだそんなこと言ってるんですか？この電車が走るのも3年ぶりです。その間、多くの学生さんが涙してきたんです。僕は、そんな悲しい青春があってはいけないと思うんです。知らねえよ、そんなの。僕ら大人に彼らの一生に一度の思い出を奪う権利はありません。行かせてあげてください。まったく、次ので行くわ。え、キンさん、ありがとうございます。いえいえ、皆様の。望みを叶えるのが仕事ですから。いらっしゃいませ。お疲れさん。あ、森さん、お疲れ様です。高山までもらえる？はい、高山ですね。うわ、上司の前とか緊張する。往復で頼むぞ。帰りは明後日で。わかりました。マニュアル通りにやらないと後でいろいろ言われそうだな。あれ？3点確認したか？あ、すいません。そういうことが大きなミスにつながるんだよ。ちゃんとやれ。はい。早く終わらせようと思ったらこのざまだよ。喫煙ルームってどこだっけ？性格悪いなぁ。自分でわかるだろ。3号車か15号車です。正解。あ、よかったです。うざー。あ、これ切符です。渡すときは両手だろ。めんどくさ。あ、すいません。何ですか？ちょっと乗り場がわかんなくて。豊島園行きってどっちっすか？あ、豊島園行きなら2番線ですね。反対側のホームです。あ、そうなんですね。助かりました。いえいえ。あ、お姉さん可愛いっすね。え？髪も綺麗でめっちゃタイプっすよ。この後空いてないっすか？あ、こいつナンパ目的？親切に教えて損したわ。ちょっと用事あるので。10分だけ10分だけ。まだ電車あるじゃん。やめてください。彼氏いんの？ちょっと飲もうよ。やめてください。本日台風接近に伴い次の電車で最終列車となります。お気をつけください。あ、乗らないとなんで。は？どういうことだよ。あわだのいいとこ見てみたい。飲んで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 。これはきついって。おやわだ、飲みすぎじゃねえか。じゃあ俺こっちだから気をつけて帰れよ。じゃあな。まもなく最終列車が参ります。黄色線の内側にお下がりください。あ、危なかった。大丈夫か？マジイケメンっすね。え？お前あとちょっとで刺身になってたぞ。え？あんなでっけえ鉄の塊がスピード出して走ってんだぞ。どんな人間だって考える前に死んじまうよ。飲みすぎたんか？はい。まあいい勉強になったろ。電車来たら乗せてやるからベンチ座っとけ。はい。まもなく最終列車到着いたします。ん？お客様どうかされましたか？お話聞きますよ。何もかも辛いんです。朝起きるのも寝るのも会社に行くのも人と話すのも生きるってこんなに辛いことなんですか？なんでみんな笑ってられるんですか？なんでこんな世界で生きてられるんですか？お兄さん、生きてるだけで偉いんですよ。奇跡的に生まれて学校へ行って会社へ行ってこんな辛い世界でなんとか生きてるんですから。はい。辛いことは全て捨てて生きててください。生きてる限り望みはありますから。はい。